リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。よろしくお願いします。今日は今から、ラットプルダウン、背中のトレーニングをやっていきたいと思います。でラットプルダウンで鍛えられるのが広背筋って背中の大きな筋肉なので、脂肪燃焼にもつながりやすいですし、あと女性の方ですと背中の筋肉しっかり鍛えてあげることによってウエストが細く見える、でこうくびれて見えるようになったりとかするので、まあ、くびれ効果もあると言われているトレーニングになります。ではやっていきたいと思います。でこの曲がってるところに、人差し指が来るようなぐらいで握っていただいて、このままゆっくり座っていきます。で足がこう自由に動かないようにこのパッドでしっかりグッと押して固定します。で今肩がグッと上がっている状態なんですけれども、ここから肩をストンと引いた状態で、このまま胸を張って自分の顎に向かって引っ張ってきます。感じなんですが、注意ポイントとしてよくこう肩が上がったままグッと引いてきてしまう方がおられるんですけれども、こうしてしまうと首にすごい力が入ってしまって背中のトレーニングにならないので、グッと肩を下げて胸を張って、ちょっとこうバストトップを前に突き出すようなイメージで引いてきます。猫背の方とかもここの筋肉鍛えることによってしっかりグッと胸を張れるようになるので、姿勢改善のためにもすごいいいトレーニングなのでやってみたいと思います。引っ張ってくるときはちょっと小指側から引っ張ってくるのを意識するとより背中に意識を持っていきやすいのでおすすめです。で、10回から12回頑張ってギリギリ引けるなっていうぐらいの重さで3セットとかやっていただくと効果的かなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。